先ほどから同じような質問ばかりじゃないでしょうか。まず山田公館のことは全く関係ありません。記者会見のタイミングについては最後までの状況を見極めた上で判断を行った後に緊急事態宣言の全体についてきちんと会見を行うべきだ。国民の疑問にまず答えなきゃいけないと思うんですが、会見をやらずとも国民の協力を得られると思いでしょうか。今日こうしてぶら下がり会見をやってるんじゃないでしょうか。そもそもこのぶら下がりは我々記者の方から要請して行っているんですけれども、今日本日もしじゃあ記者の方から要請がなければ総理は特にこういったお言葉を述べることはなかったと思います。その前に会見の要請があったんじゃないでしょうか。会見の先日は総理はいや ですから、これは東京をはじめ3県全体として全国が視野に立って行う時というのは、まあそんなに時間が待たなくてあるわけでありますから、そうした時にやはりしっかりとそこはお答えをすることが大事だというふうに思います。総理、国会の審議の続きです。他の方よろしいですか。はい、いや2回目だから。正式な記者会見とこういったぶら下がり当初の取材の違いはどういうふうに考えて、何が違うか。それは皆さんが考えることじゃないですか。総理、すみません、毎週です。今度の会見では最後まで質問等打ち切りなくお答えいただけるんでしょうか。いや私も時間がありますから。でも大体皆さん出尽くしてるんじゃないですか。先ほどから同じような質問ばっかりじゃないでしょうか。よろしいですか。